りえちゃんありがとう。てんぱんたけさんありがとう。りんさんありがとう。ねりばあさんありがとう。えんちゃんありがとう。トルンさんありがとう。みやみやさんありがとう。そう。え、今日めちゃめちゃ可愛い。リンさんありがとう。エキヒラさんありがとう。タケさんありがとう。アサガオもありがとう。お、毎日可愛い。そう、あのね、なんだっけ、あの新しいシングルのオンラインチェキサイン会がね、始まったんですよ。嬉しい。まだなんか皆さんと一人一人とね、なんかお話はできないんですけど、でもなんか嬉しいなと思って。いえいえいえ、もうすぐね報告したよ。でしょう。予約した？そう、なんか一人一人のになんかサイン会みたいだなと思って、一人一人のなんかサインを書いて、チキにね書いたり、なんかすごく自分のしたかったことというか。お、ありがとう。予約したよ。何、内緒内緒。わーい、全然すごい楽しみなんですよ。嬉しい嬉しい。せんやさんありがとう。ありがとう。さやのサイン。チキ欲しい。そう、チキね。何のチキやろ。わからんの。その時に取るのか、あらかじめ用意するのか。そう、抽選じゃないからね。抽選じゃないから。うん、ニックネーム登録しないと。ニックネームなんか登録せないかんらしいよ。そう、なんか、そうそう、なんかね、なんと前へ進んでるような感じがして嬉しい。うん、よかった。そう、メール、私のプライベートメールでは、ちょっとサイアン推しの方専用にしてるんですけど。ニックネームは11文字だっけ？11文字だけ。確かにショールームと名前違うと分からんかもしれんだし。あらかじめ撮影。タジ君、誕生日おめでとう。ハッピーバースデーディアタジ君。ハッピーバースデーとゆー。おめでとう。タジ君、おめでとう。素敵な一年になりますように。いえいえ。おお、いっぱい申し込みました。うんうん、同じがいいかも。ショールームとニックネームは。あだ名ない。うん、全然抽選はないですもんね。先着とかあるのかね。でもなんか売り上げ、なんかね、あるみたいです。え、ほんと？
本当に久しぶりですっけ。そうニックネームでさえもらえないです。そう予定枚数いったらなんかもう買えなくなるみたい。わかんないけど、うん、買えなくなるとかあるのかしら。それも見れないかも。あ、先着順、あ、そうなんですか。先着順とかあるんですね。そんな、みんな先着順なの。あ、でももしね、もしあの予定枚数超えたらですね、確かに私の初のサイン入りですかね。いえいえ全然完売とかはないんじゃないかなと思うんですけども、なんかそう先着順と言われたらちょっとね早く早くって思ってしまうんですけど、もし迷われてる方はあの早めにしてくれて嬉しいです。もしももうサインのあのチェキサインチェキ欲しいっていう方がいたらもう早めに教えてもらえたら嬉しい。うん、ありがとう。全然私は全然全然、そうそう、なんかね買って後悔はないんでね。いやそれは分からないですよ、分かんないけど買えなかった時の後悔の方がちょっと大きいというか、私がそうなんでね。そう期限もあるので、私はね結構早いんですよね期限も。キリも多いのよ。あ、じゃあ多いじゃない、早いんだよ。こんばんは。わあ。でも楽しみです、本当にいろいろ書いていいのかな書くつもりの人。あ、ありがとうカウント、そうありがとう、そう27日、1週間後書いて書く人勝手に書く人、27日まで、ピンク、そう名前をもなんかたくさん読んでくれるみたいな、お仕事の方もいらっしゃるよね。お見れそう、よかった。そうチェキだからちっちゃいのかな、あの七並べとかのチェキと同じですよね。としたらね結構書けますよ。チェキわかんないの、どんな感じなんだろうね、衣装なのか私服なのか、でもあらかじめ取ってあるものなのか、どうなんだろう、ね、叫ぶ、名前を叫ぶ、ありがとう。そう久々に、そう私久々に名前をねたくさん言える配信になるよそうですね、久々になんかまたなんかちょっと皆さん名前をいっぱい呼べるというか、お、やっほーサイン欲しい。休んじゃうの？でも本当本名は分かんない、ニックネームですよね。
チキラチョ。チキラチョ。あ、待って、テレビテレビ。いや、嬉しいな。本当に嬉しすぎてね、なんかめっちゃあのテンション高いというか、あ、そう、なんかサーヤンのなんかサーヤンって書いてあったらダメみたいな、多分高尾さやか上吉とかは多分ダメだと思う。高尾さやかって入っとったらダメみたいですね、私の名前。わお、ありがとうございます。よろしくお願いします。応援し込んでくれたって。ケイジさん、よろしくお願いします。そう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 。そう。ニックネーム登録しないと本名だってよ。でもね、本名なんかね、うん、そう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 、そう、そこだけはね、お気をつけて。あとなんか、そうそう、なんかちょっと変なね名前とかはあの自動的に、あ、そう、名字になるんでね、なんとかさんみたいな。ギリ10文字。そう、本名って言ったら分かんないんですよ、私が。誰だろう、誰だろうってなっちゃうから。嬉しい、お、よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。ハートありがとう、キツネさん。バラさん、そう、ニックネームさん付け、さんつけるのかな、つけてほしいですか、さんとか。つけむきさん、ありがとう。はたるんさん、ありがとう。せんやさん、ありがとう。バラなげそうさん、バラありがとうございます。いや、別にむしろいらない。つけないで。あ、つけてほしい、あら、つけてほしい、確かに。いつも通りがいい。どうしよう、どうしよう。あ、いいよ、オッケーオッケー。指、お、お、つけないのが嬉しい方がいっぱいいる。あ、いらん。へえ。いつも通りで。え、いらない方たくさん。おい、おい、つける、どっちでもいい、おい、おい、つけてほしい、おい、つけてほしい。よかった、よかった。そうですね、もしあのつけて、つけ、マニュアルというかつけてくださいって書いてあったらつけないといけない、書いてなかった。よいよ、よいよ。あ、つかづく。大西くん、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。五郎さん、ありがとう。ひらにさん、ありがとう。りんさん、ありがとう。せんやさん、ありがとう。切腹さん、ありがとう。せいちゃん、ありがとう。切腹さん、ありがとう。せんやさん、ありがとう。ルーム長さん、ありがとう。ひらにゃっとさん、ありがとう。しろさん、ありがとう。よしとさん、ありがとう。パン、ひらにーさん、ありがとう。よしとさん、ありがとう。みみずさん、ありがとう。ゆきひろさん、ピース。
キツネさんありがとう。桜大戦さんありがとう。坪井祐介さんありがとうございます。渋谷さんありがとう。あたばトルンさん朝顔ありがとう。わお213日わーい。2、1、3。今日はあ、8月6日ですっけ。8月6日。うん、まだ間に合います？全然。癒し？ゆきひろさん、ありがとう。あ、ブログ見ました。あ、いいね。ハムの日。ハムの日だ。ハムの日にオンライン的サイン会だ。書いた方がいいですか？オンライン的サイン会？ハムの日？ てみよう。松前さんバラありがとう。オンライン的サインん、ま、サイン会、サイン会はハムの日みたいな。お待ちしてます。まず。コメントが長すぎます。どうしよう。オンラインサイン会ハートにしようかな。ハート。なんか今してるみたいな、今してるみたいになってるよ。今してるみたいになってるから、受付中。あ、受付中？どうしよう。しよう。受付中。受付中。受付してるみたいでね。どうしよう。ね、今やってる、ね、ここで ここでも 受け付けてるみたいですね。予約中？みたいな。こそ、ここではない。ここではないです。けども。待機中？どう？なんかさっきはオンライン的サイン会お待ちしておりますにしたんですよ。そしたらコメント長すぎる。あ、申し込み中。いいねいいね。そう、カード決済だけなんですよね。申し込み中。なんか申し込み、待って待って、ちょっと待って、ちょっと、あ、予約受付中。予約受付中。ごめんね。あ、大丈夫かね。大特。そう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 なの、そうなの。そうなのよ。大好評。大好評予約受付中。だんだん長く そうなの、申し込みちゃったら、なんか私がね、申し込んでなっちゃう。最後日。あ、絶賛受付中。残りは 残りわずか中。予約特典。なんで言うんだろうね。チェキ。
私のチキンサイン、チキサイン付きのが3枚セット。生写真はついてないんですよ。長い。なんかね、なんかちょっと理想と違う。なんか理想と違う。いやでも全然こんな感じでよろしいでしょうか。あ、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。サインね、私の目標はサインはね、ちょっとかっこよく書くことね。お、3枚セットもありがとう。そう、なんか最高ね、最高のありがとう。あ、写真ある？そう、ちょっと理想と現実まさに楽しみだね。メガバイトさんありがとう。どこで買いますか？あの HMV さんのサイトで、公式サイトからも飛べるんでよろしくお願いします。いや本当に楽しみ。本当にみんなの反応がすごい気になりましたね。皆さんの反応が。でも一瞬私それ見た時に、え、嘘、ついに皆さんとなんか話せる日が来たと思ったんですよ、ね、サイン会なんですけどね。そう見出しを見てね、えって思ったんですけどなんかみんなの反応が気になる。こんばんは。よしでしょ。なんでメールはちょっと最初に言ってもですけどね、話せないかもしれないってそう思ったね。私もやっぱりそう、これは大喜利ではありません。お、これも嬉しい企画で、とても楽しみです。私もそう、なんか時々というか、なんかオンライン越しで話せるようなのが今あるのでね。確かに私その3人でするんですよね。リネちゃんとさやかりんとするので、もしかしたらねダブルさやか推しの方はね、わかるというか聞こえるかもしれないよね。なんかさやかりんがなんか何々さんって言ったら、あれその人確かみたいなのもあるかもしれないだってなんか名前をたくさん呼ぶみたいになりましたよねなんか名前をたくさん呼びますみたいなあったから、ダブルさやか推しってなんか結構ありがたいことにいらっしゃるような気がして いやでもなんかね、いい顔するのかな、みんな、みんないい顔するのかしら。いやわかんないんですけど、もし一緒のとこだったらあれなんですけど、あれなんかもしれないですね。いや私だけじゃなくてさやかにもなるかもしれない。それかリネちゃんの場合もあるかもしれない。リネちゃんとリネちゃんと私のファンの方っていらっしゃるのかな。一緒の場所がやっぱり、確かに。サインですか。お、リネちゃんと私のファンの方はもしかしたらいらっしゃらないかも。照れてる
あー確かにテンションの差がすごい、確かに 無事 ありがとう。サイアンシカの方多い。サイアンとリネちゃん。あ、全員そう、あ、そう、配信は個人配信ですね。多分私のこの配信なのかな。で、言うのかな。大丈夫。わーい。嬉しいです。そう、私は3人ですね。2人のとこもいますよね。ガハハ。そう、このアカウントかな。3時間ぐらい配信ですね。全員。でも楽しみですよ。全然。お、サインしか知らない、また。あ、サインは買ったんですね。いえ、全く大変じゃないですよ。あ、そうか、サインが終わったら終わりですね。3時間というか、そうですね、最高か。サインしよう、終わった次第終わりか。焦りながら予約。ああ、楽しいですね。手伝い。どのぐらいの方がなんか申し込んでくださるか、なんか全然想像はつかないですね。わお、お庭さん。ありがとう。予約する？かわいい花。かわいい。確かに最後の方とかめっちゃ待っとかないといけないですね。確かに。なんかタイムスケジュールみたいなのがもうなかったらね。そう、何番目に来るか分かんないよね。急に来て、おっとっとってなるし。ね、そう、なんかちょっとね、わお、まあ全部見る ねえ、先着順なのかな、申し込みした順なのかな、どうなんやろう。全然ね、想像はつかないですね。うん、あいうえおちゃんとかなら分かりやすいよね。そう、見始めてさ、終わっちゃってたら嫌だよね。そう、順番教えてほしいですね。いつ呼ばれても OK。お腹聞こえた？確かにいつよく分かんないからさ、ずっと聞いとかんといかんね。3時間ぐらいあったら3時間ぐらいずっと聞いとかなあかんかな。天使？ドキドキしちゃうね。そう、見逃したら嫌よね。お風呂とか入れんかもしれん。そう、大体このね、確かに何時か何時みたいな。そう。
あるのかな。8月1日から始まるんで、その時に分かりますよね。そっか、アーカイブとかが残ればいいか、いいというか、嬉しいですね。尊い。そう、後悔はしたくないですね。ああ、楽しみですな。そう、仕事の方いらっしゃ、木曜日だっけ？ハムの日。ああ、楽しみだ。炭酸せんべいさん、ありがとう、さがお。りえちゃん、バラありがとう。大西くん、ありがとう、ハート。ひらにいさん、ありがとう。たけさん、ありがとう。りんさん、ありがとう。さやかじんさん、ありがとう。ふとるんさん、ありがとう。ゆきひろさん、ありがとう。炭酸せんべいさん、ありがとう。まいせんた、ありがとう。ありがとう。メガバイトさん、ありがとう。足立さん、ありがとう。だるまもありがとう。リコちゃん、ありがとう。ヘラ兄さん、ありがとう。コックさんのしげさん、ありがとう。さやかじんさん、ありがとう。みよみよさん、モテをありがとう。りえちゃん、ハートいっぱいありがとう。渋谷さん、ハートありがとう。えんちゃん、ありがとう。ふっくん、ありがとう。お、てきさん、よろしく。みよみよさん、ありがとう。広島のまこさん、ハートありがとうございます。渋谷さん、ありがとう。キックさん、ありがとう。ペンちゃん、ペンギンちゃんタワー。お、サトシンさん、ありがとうございます。サトシンさん、ありがとう。ペンギン。いやー、サトペンギン。わお、お祝いだわ、ありがとう。嬉しいね。朗報、朗報というか、嬉しいですね。渋谷さん、ありがとう。ペンギンちゃん、ペンギンちゃんだ。そう、明るい。そう、あのね、なんだっけ、ミュージックビデオもなんか公開されるみたいなですよね。お、サイムだけで元気？嬉しい。渋谷さん、だるまありがとう。そう、そう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 。なんかそう、ミックスバージョンですね。ミックスバージョンが、公開されるみたい。そうなのー。私は見てないんですよね、完成は。そう、早く見たい。どうだしょ、どうでしょうね。見つけて、映ってるかな、私。見つけてくれたら嬉しいです。
んだろう。そう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 、ドライブインライブの日に公開なんですよね。もうお忙しい。そっか、ニックネーム漢字だったらちょっと分かんなくなっちゃうかな。サインでは書けるんですけどね。見つけるすぐ。そう、なんかツイーなんかいいねとリツイートの数でなんかドライブインライブの最終日になんか公開されるのがどっちかみたいな。私見てないんですよ。楽しみ。ニックネームはそうだね、ショールーム飛ばしたらわかる。私もわあ楽しみだよ。あ、めっちゃ難しい。こんばんさん。私も歌えませんよ。そうだね、健康にはそうですね、気をつけないと。わあ、振り仮名入れる場所あるのかな。こんばんは、ありがとう。ふたてさんもありがとう。渋谷さんありがとう。読めなかったごめんね。読めないの。そう、楽しみ増えてね、嬉しいですね。でもさん可愛い。お、おやすみ対戦、あ、ありがとうございます。すごい戦った方。たしやさん、おやすみなさあやんでね、ちょっとしてたんですよ。わざわざ来てくれたのですね。そうそう、本当に。本当はね、皆さんと早くお話はしたいんですけど、それのちょっと第一歩というか。え、ニックネームするの？ニックネーム？その名前じゃなくて。トシンさん、ペンギンタワーありがとう。ペンギン、ありがとう。そうですね、確かに。うん、確かに。かわいい。そう、明日はチャーミングトリップさんの重大発表というかありますね。うんうんうん。いつも癒しを。いや、こちらこそありがとう。楽しかった？そうですね、チキンのサインってあんまりもらえないですもんね、チキンのサインって。なんか雑誌とかで
なんか応募してもらえるとか、あれも名前入りじゃないかな。名前入りのチェキってあんまりもらえないですよね。うん、7時半からだかな。7時半からですかね。そう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 、なんかスマホの後ろにねあるよね。そう、名前入りないですよね。そう、レアというか。お、ミサンが当選してました。欲しいかい。確かにレア企画ですね。そう、ないですよね、めったに。チェキに名前とか全然ない気がする。そう、 YouTube の方だね。エイジェンウェザー、ね、本当に嬉しいです。そこまで考えてくれて。確かに普通のサイン会、握手会のサイン会だと本名か。なんでニックネームでもいいっていうのもまた例かもしれない。ね、しかも抽選とかじゃないから、そこも嬉しいね。確かに1年後とかそれ1年前のだみたいな、なるかも。ハートいっぱいありがとう、せいちゃん。メガバイトさん、ハートありがとう。マイセンターありがとう、はい、サテさんもありがとう。大丈夫？名前悩んじゃう。いつ見ても可愛い。ヌマットさん、ありがとう。なんて可愛い子。そうだね、そうだね。伝説？伝説。お、毎日楽しいです、嬉しい。そんな言ってくれるなんて。あ、今日も足が可愛い。えんちゃん、ありがとう。あ、11文字じゃなくて10文字だっけ。どっちも欲しい。バイトお疲れ様。カホ、わお、カホにつけるね。1週間まで、ここまで26日までですね。1週間もない？ん？ 26 だっけ？待って、もう一回確認しとこ。配信はハムの日ですけど、あ、み、あ、ません、27だ、27。ありがとう。ツナ？あ、いいね。申し込みの期限はツナの日。7月のツナの日。しかもね、めっちゃね、 10時の59分までです。
申し込みの予約の締め切りはね、これは22時の59分まで。で、ニックネームの登録もしないといけないですね。ニックネームの登録の期限は23時の59分まで。なんで、本当にあと1週間くらいかな。10文字までか。サンドイッチ。ハムの日とツナの日で。ね、うん、確かに。予約は22時まで。22時59分までですね。ここはポイントですかね。ちょっと間違いそうなところ。わかりやすいね。めっちゃわかりやすい。そう、なんかね、ニックネーム登録、なんか多分忘れる方がいるんじゃないかと思って。シーチキン。そう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 。お、してきた？おいおい、でしょでしょ。変なニックネーム NG ですよ。自動的にね、名字になるらしい。賢い方？何、賢い方って何？唐突。そうそう、本当に忘れそう。ニックネーム登録は私も絶対忘れるもん。そう、登録できんかったらもう本当の名前の名字がちょっと公開されちゃう。ツナハムさん、顔文字は、あ、なんか大丈夫みたい。文字化けするかもしれないけど大丈夫って。お、少し面倒なの、少し難しいみたいです、ニックネームの登録。ニックネームが、そうね、ミュージーになったと知らないふりすぎは間に合う、あの気づかないですね、確かに。お、ありがとう、本当によくしてくれてありがとうございます。顔文字かける私。うん、大丈夫かな。お、ニックネーム変更ありがとうございます。お、登録してない。そう、私ちょっとね、結構 見ました。でもちょっと間違えてるところは皆さんに訂正され、訂正、ん、なんていうの、正しい方にしてもらいながら。慣れてますか。そう、なんか確かに難しい漢字だとちょっと書けないかもしれない。こんばんは。難しいところどうする。そうそうそう、ありがとう。ショールームと同じ名前だったらそうね、わかりやすいですけど。そう、私もね、さっきね、本当になんかさ、なんだろう、なんか不在表がさ、不在表をなんかね、2つあってさ、不在表が。英語大丈夫です。バラ、バラかけるかな、バラかけるかな。え、どうしよう、かけんかもしれん。でもこうズームしたらいいんかな。サンチャイじゃないけど。確かに。顔文字読める、読める、読める。なるほどね、ニックネームをそうする。そう、ハム、ハムだろう。かけるよ、かけるよ。待って、かける。睨まれたい。なんで。確かに中国の方でもズームできしたらさ、
見れるかな。ズームして、山車カタカナ書けるよとね、札表も2つ入っててさ、私ずっとさ、その一つはあの再配達にしてもらって、もう一つを再配達もして来なかったんですよ、ずっと。もう一個は来たんですけどね、もう一個全然来なくてさ、ずっと待っとったけどさ、2時間ぐらいでも来んくてさ、え、なんでやろうと思ってさ、多分確定ボタン押してなかったんやと思ったんや、と思ってもう一回したんよね。でも一応でもね、なんかちょっと紹介しとこうと思って番号で、そしたらさ、配達済みってなっとったんや、え、なんで来てないよと思ってさ、見たらさ同じ番号やったんや、でしょ、やけん同じ番号の不在票が2つ入ってたけど、それを私2つ来ると思ってて、何かが私の2時間と思って本当にね、それを気づいた時にね、なんか自分ってこういうとこよと思って、はあ、でしょ、そう、私最初理解できんかったの、え、なんで来てないと迷ったら自分のせ自分やった、うん、私福岡出身です、そういうとこが、そうねえ、だけど本当から本当にね、番号はちゃんと見ようと思った、2個以上あった時は絶対見ようと思って、絶対ね、その再配達の受付してる人もね、この人なんか何回もなんかしてるけど大丈夫か、気づいてないんじゃないって絶対思ってるもん、そう、まず確認しないと、こんな風に多分私も絶対あの申し込み、そう、ちょっともう届けたのに絶対思われてる、申し訳ない、私もね絶対ニックネーム登録したら絶対ね、あの後でね、あ、後でしようと思って、絶対後で27日までなんですけど、28日になんか思い出してみたいな、何それもう1時間前に終了しましたみたいな、そう本当に申し訳ない、なので早めにすることをおすすめします、そう危ないよ本当に、こういうことがね、でも多々あります私の生活の中で、でも本当に大事なところまではあのちゃんとするようにはしてます、本当にもうどうしようもならないところまで来てるのはもう絶対にもう 3回5回ぐらい確かめる、でしょ
あ、大丈夫かな。多分ズームできるかな。本当にね、なんかいろいろ本当にいろいろ間違えて、周りの方から本当にえって思われるようなことをするんですよ私。とか言っちゃうんですよそういうこと。なんかえ？みたいな感じのこと。よくよく考えてみれば当たり前のことを言っちゃうんですよね。当たり前体操よくね言われる、当たり前やんって。だ最近はそうだ、なんか言ったことに ついて当たり前やんとか絶対違うとか言われるから、なんかもう自分のこう言ってしまった瞬間にあやばいと思うんですよもう絶対否定されると思って、否定されてあーみたいな。そうですね、確かに。そうそう、言ってから気づいちゃうの みんなそう こう言ってしまってあ、やばいと思ったらもう誰かにこう突っ込まれてるから、そうだよみたいな確かに値札ついたまま外歩きますね。なんか値札ついてるよって言われて、あ、やばいと思って、知ってるよって言ったことある。そうそうそう、意味が分からん めっちゃ面白いでしょ。強がっちゃうんだろうな私。なんじゃあ何取らんのって言われて、いやそんな感じ。もう知っとかんと恥ずかしいもん、だって値札がついてるってことなぜ切らんのって言われたらもう何も言えなくなるけどね。なんとなくって言うしかないあ、そうなの、流行りなんですか。笑ってると嬉しいそう、強がっちゃうんだよな私多分。こんなこと言って大丈夫かな私強いだね、頑固意志が強い。値札は本当にもうね、もうすぐ切れますよ今は。今はすぐ切る で、ね、でもファンの方しか知らないですね多分こういう一面は絶対私、うん、ファンの方しか知らない。大丈夫、もうね大丈夫、もう絶対もう大丈夫、もうついてない。あ、エアゲームまで、わお、ありがとうふりじゃないですよ。値札よ、値札よ。そう、こういうね、私こういう感じなんですよ本当に。
間違えるってこと間違えちゃうな。多分私、多分そうですね。なんかもし誰かが、私はよくこう否定されるので、もし誰かが間違ったこと言ってたら私は、ん？って言いますもん。なんか間違ってるって言いにくいんですよ。だから多分自分がよく言われてちょっと落ち込んでるんで、誰かが間違えてたらなんか多分間違ってるってあんまり言えない。間違ってるって言えないから多分その間違ってる人、間違ってる子はなんか圧じゃないよ。間違ってる方はどんどんそれは自分は合ってると思ってるから合ってる方に行っちゃって、逆にそう、逆になんかあやばいってなって、そこで多分違うって言うんですよ。多分違うんですけど多分違うよみたいな。なんかね、難しいですね本当に。そうそうそう、リア、そう、違う違う、そうそう、リアルに間違ってるやつ。そう、難しい、そこがね、本当にね、私ね、なんかあんまり難しいところ。そう、本当に言わないといけないんですけど。そういう時どうすればいいか。そう、多分間違ってる。多分ってことはないけど、だけなんか例えばテストが何日とかだったら本当は二十何日だけど、その子は26やったよねってテストするやん。そしたら、え、27やなかったっけと思って、そう言いません、ね、逆にその子に、え、27じゃなかったっけっていう。できるだけなんかこうね、そんな感じなんですよ。違う方に、あ、違う気がするよっていう。いいね、な、違う気がするよ、違う気がするよ。そう、なんかね、難しい。やんわりですね。そう、柔らかくオブラートに包むよう、どれだけ自分の中で最上級のオブラートで包む。でしょでしょ、ほんとだ、もう1時間経っちゃった。鈴木さん、パンちゃん、確かに間違っ、自分が間違っとると恥ずかしい。確かにそうなの。うんうんうん、あ、そうだそうだそうだ、はっきり言えないタイプだ私。そうなんだ、私はっきり言えないんだ。そうです、鈍感な方とかは伝わないと思う。パンちゃん。ね、結構難しいんですね。伝え方って難しいなと思う。あ、確かに相手がそういういい感じに改善してくれれば、あ、めっちゃわかる。そう、相手がこういい感じに
傷つけずに、なんか分かってくれたらすごい安心する。そういうこと？で、今もちょっと難しいんですけど。そうです、きつめに言えないんですよね。なんでね、そうなんですよ。きつめに言えないんだよな、私。はっきりときつめに言えないんですよね。多分そんな感じだから、配信と同じ感じ。そう、ふんわり言いますね。傷つけたくない。そうですね。まあでも直んないかも。ちゃんと間違いは言いますよ。社会とか出たら分かりますね、そういうのは。違うこと違うって言わないと。どんどんね、進んでいっちゃうんで。かわいい。ありがとう。直さなくていい。そう。考え方はね、いろいろありますもんね。ノーってはっきり言う人？そう、強めに言わないといけない時もありますよね。パワハラっていう。ことは、どうかな。言い方一つで確かに変わりますね、全てが。そう、私溜め込むんですよね。カウントありがとう。一緒に握る。嫌なことは嫌とかは言いたいんですけど、めっちゃわかる。嫌なことは嫌って私も時々皆さんにも伝えたりするんですけど、言い方を考える。はあ、お、ありがとう。好きなことを話していい。そのん？お、分かる方たくさん。平和ですね、平和だ。受け止めるかい。好きな人、ありがとう。うん、ありがとう。そう、疲れちゃうね。ですね、握手会とか開催されたらね、なんかいろんなことを話できるし、なんかそう
よかったら相談とかも聞きますし、聞きたいし、私もしたい時があるかもしれないので、その時はね、よろしくお願いします。美少女、そうそう、言い方一つで、ね、全然伝える方がね、違うんですよね。タグ洋服のタグね。そう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 。重いやつは全然良いですね。私も重い 基本重いんで、私も。ん？お悩み相談。仲良く、しましょう。朝もいいの？パセリ重い。お悩み相談室。うなぎ食べてない。綺麗になりますか？じゃあ、そろそろ終わりますね。最先端、ハート、たくさんありがとう。せいやんさん、めっちゃかわいい、ありがとう。しんじさん、ありがとう。ルーム長さん、ありがとう。しんじさん、バラもありがとう。おい いくご。モテを。ありがとう。りえちゃん、ハートいっぱい、ありがとう。桜大仙さん、ハートたくさんありがとう。りんさん、ハートと花束ありがとう。かいもありがとう。りんさん、いっぱいハートありがとう。りえちゃん、バラありがとう。せいちゃん、だるまありがとう。えんちゃん、かっこいい、ありがとう。かっこいい。せいやさん、お疲れ様。りんさん、だるまありがとう。せんやさんありがとう。りんさんありがとう。たこ。せんやさんファイトありがとう。ハトルンさん熱いね。ありがとう。シロさんありがとう。アーさんありがとう。飲み水さんめっちゃかわいい。ありがとう。大西くんありがとう。寝不足になりそう。ガヤンコさん、だるまありがとう。せいちゃんありがとう。花束。りんさん、ファイトありがとう。せいちゃん、風呂敷ありがとう。メガバイトさん、かわいいありがとう。ときめきさん、朝顔ありがとう。
さやかじんさん、アイスありがとう。かたろうさん、ありがとう。お、声めっちゃ好き。キュンです。ハフめっちゃ可愛い。キャッハキャッハ、めっちゃ癒し。おお、本当に皆さんもお疲れ様です。癒し。わあ、その時期悩んでます。ぜひぜひぜひ。とね、27日までです。ぜひぜひ。ありがたい。全然可愛すぎない私は。ありがとう。今来た。うん、なんか寝落ちしてたのか昨日は。癒されました、ありがとうございます。マッツンさん、ストレス溜まるのってどうしたらいいのか。もうね、ストレスって発散するしかないですよね。本当に本当に溜め込みって良くないですもんね。溜め込みすぎたらさ、なんかちょっとね、わ、病気になっちゃったりするので、溜め込みすぎた。見分けできた。ああ、さやの配信を見に来てくれる。何言うんでしょうか。そう、溜め込みすぎたらダメですよね。もう元気出る、嬉しい。自分です。本当にね、溜め込みすぎたらね、ダメですよ。で、異変を感じたらすぐにね、周りに助けを呼ぶことです。そっか、自分の好きなことをすればいい。うん、私もそうね、私もだよ。そうですね、正解です。そうそうそう、溜めすぎちゃダメです。私もね、いつも限界まで大丈夫だって思ってたタイプなんですけど、何してるかな。やっぱり誰かに話すことですかね、一番は。とか、そう、好きな推しメンとか見るとか、推しメン見るとか。わ、さやかの配信始まりましたよ。トッシーさん、ほんと大丈夫？嬉しい。気持ちが軽くなる。そうなの。わ、ありがとう、話聞くよ。そう、本人気づかないですもんね、ストレスって。なんかストレスってモヤモヤと一緒なのかな。モヤモヤってストレスなんかな。ね。なんか女の子ってさ、なんか自分誰かに話すことによってさ、自分の解決線。私だけかな。私だけかもしれないんですけど。嬉しい。わ、応援しがいがある。本当に？私？お、ありがとう。ありがとう。配信が一番。ね、さっきから始まりましたよ。
そう、話を聞いてもらいたいんだな。あ、紙に書くといいんだ、ストレスは。私、紙に書こうかな。僕でストレス発散してください。そう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 。猫以下。もやもや病とかあるの？お、わかります。ね、なんだろう。そうなんですよ。なかると。わかる。女子かって。そうそう。聞いてもらってるうちに、あれ、自分ってこうだったのかなと思うんですよ。そう、なんか答えがもう出てるらしい、最初から。あ、バッティングセンター？私を見ることによってそんな嬉しいですね。男性の3倍も1日に話してる。あ、もうおしゃべりみたいな。ありがとう、優しいですね。そう。あ、聞くのもね、そうですね。私はすぐ泣くのにね。そう、ありがとう、そう、たくさん話したいですね。そうだね。後ろに貼る？そう、やっぱ言葉にしたら頭が整理されるんだなと思った。ね。忘れちゃう。そうなんだ。そうっすね、そうっすね、本当にそうっすねって言って聞いてる。でもそれいいかもしれない。でもね、うん、そうかも。そう、泣いちゃうんだよ。確かに、ひたすら寝る。そうなんだ。そうそう。嬉しいですね。確かに。嬉しい。やっほー。嬉しいです。そうなんだ。なんか私の配信見ることによってなんか嫌なこと忘れられる方もいらっしゃることに嬉しいです。そうなんだ。私時々泣いちゃうもんね。はじめまして、カズ、カズさん、高尾坂です。そうなんだ。今日もたくさん、ね、そうなんだな。お、パンちゃんコラボしたいって。
私もそろそろ確かに携帯が熱くなってる頃。そうなんだ、まったり見ていられる。いいね、体を動かすこともいいですね。14歳、私もねしますね。少ししか見れんかったら。お、ありがとうございます。そうだよね、なんかおしめにと話せるとなんか確かにそうだな。こんばんさん、ありがとう。ありがとう。お、押すべき人を見つけてしまった。ああ、だから見損ねちゃうとちょっとストレスが溜まっちゃうというか。逆にサーティン。お、気がつけばサイアンルーム受けるようになって4ヶ月になりました。お、熱くなってます？キャッ。さて、お、いちさん、ありがとうございます。かわいい。いちさん、うふふパワー。わお、サインイコールかわいいって言ってくれて。あー、見れない部屋ももやあやんなのね。マイナス4出てるですね。お、申し込みありがとうございます。花之助さん、うおー、どうしたの。そうです、私は福岡出身ですね。旬か、旬です。お似合い、嬉しい。全然入る、本当に。嬉しいです。すごいことならないで、大事な時間。いつの間にか通うようになってた。いつの間にか。お、申し込むべきよ。申し込まないんですの。すごいすごい、抱え込まず聞き流さず受け止めながら時に身を任せつつ。すごい、抱え込まず聞き流さず受け止めながら時に身を任せる。おお、隠れ家的な感じする。かわいす。あー、やっぱり魅力が入って見えない時間の時はうわーって言うの。言うのね。思うと思った。気が付けばさやか推し。うん、全然全然。終わるって全然終わらない。終わらない人。おー、メールをありがとうございます、ケイヒロさん。わー、優しい。当たりとか？当たり？
全部当たり、全部当たり、スーパークールだし、200はそうですね。気づいたらさや家族、体重分できた、わお、よかった。後から、お、ありがとう。たまに寝落ちするそう、私はね、ちょっと声がね、お、みんなが予約してありがとう。そう、めっちゃゆっくり配信ですよね、私いろんな手段を使って、ありがとう。いつの間にかここにいる癖になる。そうなんだね。ひゃー、生活の一部そうなんだ、やっぱり一日でも見れなかったら悲しいんや、寂しいか。お、了解、ありがとう。飛ばして、車飛ばしていきます。サイアンルームが好き。そこそこそこ、本当に楽しみ、ライブとあとオンラインチェキサイン会と、楽しみだどうしたって聞かれるから、イベントさんができない。お、お、高尾さやかのファンです。確かに、実はだいぶ前にお名前が、どうした？お、ありがとう。確かにまったりだからね。お、登録完了、ありがとうございます。バイ。アラブルさんも楽しいけどゆったりが好き確かに、私本当に今日は嬉しかったですね。笑顔、そんな、ありがとう、みんな、みんなありがとう。他のメンバーも席配信見たりする予定あるめっちゃ怖がってるやん。いや、見ないです私は そうそうそう、もう私の、私が中心になってるのね。洋服は、なんだろう、自分が可愛いって思ったものは買いたくなる。迷ったら一回戻す。まさかのお腹の音のファン。そうなの。
単押し、単押しの方は来ません。ありがとう。ありがとうございます。あ、ニックネームは多分もうできます。登録は。あ、単に教えが多いね、たまじ。ニックネーム迷っちゃう。お、証拠もらいました。ありがとう。連行。安心してください。言いましたね。あ、タン王子。あ、私が他のメンバーの。チキを申し込む。肉でもそのままで。10文字以内か。ね。さや家族は予約してくれてるのか。ありがとう。牛タン推し。そっちのタン。おい、激推し？そうなの？オンラインっていうのはそうですね。先に先に言われたって。配信は見ないと思います。最初のなんかどんな感じなのかなっていうのは見たいんですけど、あとは時間が合いましたらみたいですね。短パン推し。なんか扇風機の風を吸い込んでしまった。何歌おうかな。お、勉強中。大丈夫。扇風機が目の前にあるよ。ヤンプーキ。ありがとう。あ、風に吹かれてもね。いたずら。あたかちゃダメダメ。プーやん。今日も会えた。うん、無事です。わお、画面に向かって息を吹きかけてるの？本当に？あ、なんか首からかけるやつあるよね。ふうふう。うるさいですって決め顔してる。あ、今話したい誰かがいる。お、体調復活した。大好きな人。あ、今夜夜風が気持ちいいの。今話したい誰かがいる。あ、今話したいさやかがいる。どう？熱っ。
あははの葉。話したいサイカがいる。なんかすごい変なふうにならない？話したいサヤカがいるで幸せだ。大丈夫？握手化したいですね。かわいい？いいか。お、ジェリービーンズ。ジェリービーンズを好き。あ。20% ですね。20% 塗ってしまいました。うん、あつみさんありがとう。朝顔サイアンブランケットの方ありがとう。せいちゃんアイスありがとう。せっぷくさんありがとう。えんちゃんありがとう。あだちさんありがとう。ビリーさんありがとう。ケイティありがとう。えんちゃんありがとう。いちさんありがとう。りんさんありがとう。さやかじんさんありがとう。ひろさんありがとう。ときめきさんありがとう。なおぽんさんありがとう。サヤンジからサヤンジから出そうぜ。うんうんうん。眠り目止まってた。はう。やっぱ。お、ここの声が漏れちゃってる。はあ。せいやんさん、ファイトありがとう。ダッキシェン。サヤ力はすごいぞ。はう。ドイツ人？めっちゃすごそう。なんだっけ。話したい。あれ、ちょっと今話したうん、イントロ。あ、ありがとう。おー、名字が同じ共通点で。予約しようかと考えてます。ぜひ、もしよかったらくるりん。嘘、見えた？膝、体育座りしてるよ。せいちゃんありがとう。ゆうきさんありがとう。よし。わ、すごい。なんか今話した誰かがいるっていう題名がね、すごい。ロゴだった。ちっちゃくな。はい、大きい。じゃあ今日も始めてくれてありがとうございました。パチ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 。変な
1位はハトシンさんです。ありがとうございます。ペンギンありがとう。そして2位はヒラ兄さん、ありがとうございました。いい。そして3位はスンヤさんでした。ありがとうございました。あ、こちらこそありがとう。そしてマイセンタン、ありがとう。で、さやか人1204号さん、ありがとう。